恵比寿といえばになっちゃいましたね、はい、なんかねドッキリっすプロゴルファーに僕らはドッキリを仕掛けます。なるほど、一切なくなっちゃうカクッと落ちて気づいてないよね、まだ気づいてないよね。あれぐらいじゃ気づかない、レベル1じゃ気づかない。さあ、多少いけんじゃないですか、これは。ちょっと叩いて、いけわざと叩いて、はい、どこ見てリーダーには伝えてください。多少やりますって。もうちょっとそろそろ仕事してください。 OK 168 168でしたっけ。はい、 5i です。はい、あー、ま、これは池じゃなくてあの男だったらどうなるんですか。 あそこからリアルあるの。どういうこと、あそこからってこと。なかったらロスト。なかったらロスト。ロス。え、なんで池じゃないんですか。あの島、小島みたいなところに刺さったんです。あ、そうなの。ってんだ俺。あ、そうなんだ。おー、ナイスショット。入っちゃい、入っちゃい、入っちゃい。そう、あれでかい、奥行ったよね。おお、こぼれちゃったかも。やっば。やば。一回止めたんだ、わざと。止めた。もうこの辺がいいんだよ、俺。じゃあその辺で。ライ的に。ツーレングス以内に置けるの。そのドロップ。ドロップ。そう。完璧じゃん。いいよいいよ。いいじゃんいいじゃん。いいライだ。チャンス気をつけてよ。よいしょ。普通のショットだよ。でかい。でかい？いや。ああ、ちょっとでかい。消えてったわ。ちょっとかっこよかったね。いい感じですね。雰囲気でしたよね。うん。これでいいんだろうな。これでいいのか？本当にいいのか？今のでいいの？ショット。ナイスショット？まだ乗ってないかな。ナイスショットだね。あれ入れちゃうの？ナイスショットだね。うまかったな。よかったな。これは普通だな。コッパチ。はい。あ、号泣。はい。号泣でこういう時はウィークグリップにしてください。ほう。ウィークにしてロブショット。来た、ロブだ。え？やっぱ紙一重だよね。うん、そうだよね。やっぱライがあんま良くなかったからね、バンカーショットしたの。なるほどね。そう。思ったより弾かれた下で、うん、えあらららあ死んだ、わかんない。あーセーフ、危ねえ。さあ、はい、リベンジ3打目。これはね、ライがいいんで。ライがいい、はい。うわー、ナイス。うわー、いいんじゃないですか。ナイス、ナイス。四歩上り、四歩上り、ボギーパット。ボギーパット。やっぱゴルフってむずいな。ああ、右だ。ああ、けど、おお、なんか強いよ。全部強いね。うん。なんか濃淡になってきた。イエローさんですか。はい。下ってますね。大丈夫かあれ。出てるわ。まあ、OK でしょ。OK でしょ。よし。ダボかな、ダボかな。ダボ、ナイス、ナイス。ダボ、ダボ、はい。じゃあダボ、イエロー、ダボ、イエロー、ダボ、レボディ。あれ
リーダー、パーじゃね。ノイスパー。ノイスパー。ナイスパー。あとクレイ選手、過小進行気づきませんでしたね。興味なかった。ちょっとまあ緩すぎますよね、全体的にね。そうだよね。だから、ちょっと今回のドッキリはちょっと結構むずいっすね。曲げようと思ったらまっすぐ行っちゃうし。しょー、完璧やん。やって今。あ、で、パゲット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 。ティーム。ナイス。ティームやだ。おお。まあ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 、バンカーですかね。いや、そんなにいいショットではないでしょ。いや、でも熱いな。当たりが熱いな。飛んでる？え？飛んでる？飛んでる飛んでる。ナイスショ。そしてめっちゃ止めるじゃん。ドン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 。なんだあれマジで。やべーあれはやばいね。もう見てるだけでも楽しいよ。あの右のバンカー、とりあえず、とりあえず、ね、とりあえず距離は測っといて、130ヤード、そう140ヤードで140ヤードアゲンストだから6番アイアンで、まあ、とりあえず 右のグリーン乗せればなんつって、うん、つってね、うん、つってね、つってね、うん、137、はい、ちょピンは狙えないんですけど、はい、右に乗せたいんで、右ね、はい、はい、6アイデン、あのグレー聞いてないんでね。6アイデン、はい、バカだよ、はい、待ってバカだよ。あ、待って、ちょっと顎高だもん。グレーにバンカー教えてくれっつって引きつけて、うん、あ、ちょっとイエロー打ちますねっつって見せながら、うん、見えないの。オッケー、できればちょっとグリーン上の上にいてほしいですよね。俺後ろから撮るんで。なるほど、はい、うめぇ、それはうめぇぞ。あー、ちょっと巻き巻き、めちゃくちゃいいっすよ。伊藤巻き巻き、はい、はい、よいしょ、あれをよいしょ、めつちですね。めつちね、めつちしましょうね。めつち族なんで僕ら、めつちレンジャーです。あのリーダーは今ね、あのグレーをね、ちょっと引きつけてくれてるんで、ちょっとした違和感を少し持ってほしい。そうなんだよね、あれみたいな、あれなんかおかしくないか、うん、大将、見てない見てない見てない。いきます。ま、とりあえず出た。あー、すごい方向行ったじゃん。下手かい、下手かい。すごいじゃん。やったことねえよ。ちょっとねえ、やったことないからさ、こんな難しいと思わなかった。だってさ、こう当ててバーンって投げないわけでしょ。投げた方が下手だったよ。なんかさ、体でそのままポッチいっちゃう。弱いって。すごいじゃん。あ、すごいじゃん。あ、すごいじゃん。ゆっくりゆっくり下ってか。あ、終わ
もう止めますさあグレーのバディパット、入った、おお、オッケー、ナイス、手に当たった、手に当たったのかな、あれは、うん、手に当たったのかな、あ、投げたっぽかったあ、本当になんか手で投げてなかった、バンカーいや、投げてない、そんなわけない、まず見えたんだよ、そんなわけない、それであえてバンカーのあれの縁に当ててたら、ね、いや、だったらグリーン乗せるよね確かに手で投げてたからね、手で投げて、ちょっと空振りしたような感じになって本当にこうなあ、そんな感じ見えた、見えたんだよ、あ、本当に本当にクソ下手くそだ、クソ下手くそだ、だけどちょっとライブ悪かったよ、あの入りが近かったからさ、そう、うん、単純になんかその投げるタイミングを失った人みたいな本当に、うん、ちょっと見えちゃった、うん、どこ？右。だいぶ右。ああ。カン。カン言わない、ね。いや言った言った。言った？カン言った。言った。ワンチャンあるかな。結構カットっすね。カットでしたね今の。カットだった。はい。仲いい。すごいじゃん、うん、めっちゃ止めるじゃん、うわいいとこ、ナイス、それすると実際足はきつくないの、こっちの方がね楽、なんか楽なの、そうなんだ、一連の流れで行くとピクッと反応するんだよね、あ、そんな行った、そんな行った、ほんと、どっす、これどうしよっかな、あのすっごい下手くそな演技でやっとグレーは気づいてくれたでしょ、すごい、だからそれまでやんないと気づかない、めちゃくちゃ笑いそう笑っちゃったもんね、てかね、あったわ、頭あそこに、あそこ目の前のあれか、うん、ナイスっすね、それはさすがになくないですか、右っすよ、テイラー、テイラー1番テイラー、あ、テイラー俺だ、テイラー1番、グレー、やっぱ手に当たったみたいですね、そんな行く、弾いてますね、なんだって、なんだってそう逆サイド、やば、すごいじゃん、テーラーだね、テーラー1番、テーラーだわ、何ヤード行くね、とりあえず160ヤード160ヤード、うん、はい、お待ち、あ、じゃあ、す、あ、すごいじゃん、番手はあんのよ、やばい、これ奇跡だね、これはやばいっすね右に打って左になるっていう、誰か投げたいや、そんな別に俺だもんね、あそこからはね、おお。物のけがいたんだ。それが小さいおじさんいたんじゃない？小さいおじさんね。手打ちゴルファーだ。投げてくる、うん、これね、やっぱり正面で見て。正面。ここのスケニー乗りすぎちゃう。ここに乗せながら。うん、ゴール内。そう、そこに乗せて、そこの位置を意識しながら振ってみた、こう、そう、どこに乗せたの、左の付け根、はい、はい、どう、あー、なるほど、まだこっちの方が気持ちいいよね、結局、球変わんねいいんだよ乗った感じは違う、あ、違うんだ、うん、こっちの方が乗る、ちょっとダフしちゃったけどね
なさっきも投げてたね。投げてないって本当投げたの。投げるわけないじゃん。卵産んだ産まない。やめて。あれ疑惑だなこれ。産まない。これはやるぜ。ついにレンジャー疑惑出ました。レンジャー疑惑。レンジャーで卵産んだやつ出ましたね。いやさすがにこれはやりすぎじゃないですか。だってそしたら右サイドでやりますよね。さすがにね。さすがに右サイドでやるよね。あの次リーダーがレベスをレベル2やるんで、撮影だけお願いしますいいですか。正面の正面のね、はい、お願いします。どんぐらい出てるかっていうのね、任せろっつってたんで。もうねこんぐらいやんねと多分気づかないね。あの手投げで相当違和感は感じてます、ね、投げたみたいな感じになったよねみたいな。でも優しいから投げたって聞いてるぐらい。で本当にグレーの優しさがちょっと分かっちゃうんでしょ。好感度アップ。すごい。ワンちゃんグレーも動揺してるのかもしれないですね。確かに確かに。プロとしての苛立ち、うん、あるのかもしれない、ね、あれやした。でもそれをあえて笑顔と優しさでカバーしてるとこ見ると胸が痛いです。もうネタ回し。気づかれるぐらいやっていきましょうけど。気づかれる。それデビソだよ。